どうも。 阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが1月6日の金曜日なんですけれども、今回の動画はタイガースでこのオフ、もしかしたらまだ補強があるんじゃないかと、このように言われていた有原投手の行方について、もし日本に帰ってくることがあれば、タイガースが動き出す、その可能性というのはあったんですが、結果的に有原投手のホークスへの入団が決まりました。ですのでこの結果がタイガースにどういう影響をもたらしそうなのか、そして岡田監督が新たに提唱した ローテ8人から9人で回すというプランこの点についても深掘りしていきますよかったらぜひとも皆さんのご意見というのもお聞かせくださいでは早速お話をしていきますがタイガースは昨シーズン終了から現在に至るまで様々な補強というのを行ってきましたまずここをざっくり振り返っていきますが何と言っても外せないのはドラフト会議、まあ、1位では森下選手を指名してそこからは怒涛の4連続で高卒選手を指名で6位で社会人卒の富田投手を指名して育成では野手の野口選手を指名ということで合計7選手を獲得でコ 目玉は何といっても助っ人選手補強、まあ、このスケット入れ替えというのがたくさん起きて一体どういう選手がやってきてくれるのか注目されていましたが結果的にピッチャー2人野手2人で合計4選手を獲得そしてトレードでは渡辺選手と高浜選手をで初めて行われた現役ドラフトではホークスから大竹投手を獲得ということでまあ、首脳陣もガラッと変わったというところもそうですしこのオフはいろんな動きというのがありましたで大竹投手の獲得を終えて島村球団本部長は編成についてはこれをもって一段落 FA 選手の残留含め質も当然求めな から編成はスムーズにできままましししたたとこのようなコメントを出していました、まあ、あとは藤波投手のポスティング移籍がどうなるか、まあ、球団の名前というのはちらほら出ていますからもう事実上大竹投手の獲得をもって一旦タイガースの補強は終了したという流れがありますただその中でもう一つ補強の可能性があるんじゃないかと言われていたのが有原晃平投手の獲得です有原投手はファイターズに在籍した6年間で合計60勝ただ2020年の12月にポスティングシステムを行使してレンジャーズへ移籍 メジャーでは通算15試合に登板して3勝7敗、防御率が7.57ということで、まあ思うような数字を残すことができないシーズンが続いていましたが、この2023年シーズンもアメリカで野球をする、そこを念頭に置いて球団を探しているという流れがありました。ただもしかしたら日本に戻ってくるかもしれない、まあそういう選択肢もある中で、岡田監督は就任して本当に一番最初のタイミングで、有原に関しては球団に最初に言うたんよ、そら興味あるよ、後輩やしなと、このようなコメントを出していたんです。というのも、岡田監督と有原投手の共通点というのは、 大学出身とということでさらに岡田監督は2014年のドラフトで有原投手をタイガースが9時で外したということも知っていてタイガースは外したんやろと。 こういう点についても言及していました。そして11月の時点で、島村球団本部長は、有原投手獲得の可能性について、そこら辺については、今後まだいろんなことを想定しながらやっていきたいと、このようにもコメントしていたんで、まあ、もしかしたら今オフ最後の補強という形で、有原投手の獲得に動き出すんじゃないか、そういう声というのも上がっていたと。ただ本日1月の6日、この有原投手について続報が入ってきたんですが、それというのも、有原投手のホークスへの移籍が決まったと。いや、このオフのホークス、リーグは違うと言えど、ものすごいですね。まさに超大型 昨シーズン限りでタイガースを去ることになったガンケル投手もホークスに加わっていますし、まあ、本当に強力な球団であることに間違いないでそこに加えて有原投手の獲得も決まったということで、まあ、このオフタイガースとホークス、まあ、本当いろんなことがありますねマスケット選手で言うと一番最初に名前が出てきたのがコートニー・ホーキン選手でした、まあ、タイガースもね獲得に本格的に動き出すそういう報道というのもたくさんあった中でいざ蓋を開けてみるとそのホーキン選手はホークスの練習に参加してで実際ホークスが獲得を発表、まあ、このホーキン選手もそして今回 の有原投手も水面下で争奪戦が行われていたのか、まあ、この点はね正直不透明なところというのはありますよあらかじめタイガースが手を引いていたのかそれとも資金面で勝負になったのかこの辺は定かではありませんけれども結果的に2人ともホークスに入団という形になりましたまあ岡田監督も結構早いタイミングでこの有原投手に興味を示していましたしもし日本に戻ってくるという風になれば様々な球団が候補として上がっていたもののタイガースが最有力候補かなとそのようにも考えられていましたが有原投手はホークスへ入団するという結末になりましたで ここはあくまで個人的な感想になりますが、まあ、結果的にタイガースは有原投手の獲得には至らずという流れになりました。まあ、もちろんね、先発ピッチャー、タイガース非常に豊富ですよ。まあ、FA3 投手の残留もめちゃくちゃ大きくて、すでに計算できるピッチャーがたくさんいる。ただそうは言っても、この先発ピッチャーのやりくり、まあ、シーズン戦っていく中で状態が上がらない投手もいるでしょうし、まあ、再び調整が必要になってくる投手もいるかもしれない。そしていわゆるアクシデント、まあ、故障であったり、現在はコロナの問題というのもあります。まあ、これだけピッチャーが豊富なタイガースでも、昨シーズン、ちょっと先発ピッチャー の運用苦ししいいなと、まあ、ギリギリだなととギギリリだうタイミングもありましたよねですので長いシーズン1年間戦っていく中で先発できるピッチャーは1人でも多くいてほしいのが正直なところですですので有原投手は今のタイガースの選手には持ってない様々な経験というのもありますし能力うんぬんというところもそうですがいろんな経験を還元してくれるもし獲得することができていればそういった効果もね生み出してくれた可能性というのはありますけれどもこれをね逆転の発想で考えていくとその分今シーズン新しい選手との出会いというのもあるかもしれませんよねでこれはちょっと極端な 例になってしまうかもしれませんがまあ、2021年のタイガースには絶対的な守護神スワレス投手がいましたよねでもしそのスワレス投手が昨シーズンもいてくれればもしかしたら湯浅投手や浜地投手こういう新しい中継ぎ投手との出会いというのはなかったかもしれないでこれで何が言いたいというとまあ、決して有原投手の獲得に至らなかったから云々ということではなくそれぞれのシーズンで起こりうる出会いこれは今シーズンだけではなく未来永劫ずっとあの時がこうだったから今の素晴らしいタイガースがあるんだと個人的にはこのように捉えたいなという風うに考えています。まあ 投手ががタタイイガガーーススにいててくれる世界線も見てみたたかったですが、まあ、一旦タイガースの補強は終了という形ですかねということで、ここまで有原投手の流れであったり、タイガースの全体的な補強についてご紹介してきましたが、ここからは今シーズン考えられる岡田監督の最新先発プランについて、というのも先日、鳥谷さんとの対談で、鳥谷さんが先発ローテーションは今年6人で回していくイメージですかと、岡田監督にこのように質問すると、まあ、ローテに関しては8人いるで、最低8人な、もしかしたら9人いるかもしらんわ、3人は規定投球回上回って 欲しいからなどこのようなコメントを出したんです。まもともと岡田監督は就任当初から3人規定投球回到達する。ピッチャーが欲しいと、このようにコメントを出していて、まあ現状のタイガースでその3人を挙げるのであれば、青木投手、西勇輝、投手、伊藤、将司、投手、この3名になるでしょう。ただ、岡田監督の秋期キャンプのコメントを聞いてると、そのピッチャーに負けず劣らず、西純也投手の評価も非常に高いんで、もしかしたらこの西純也投手もがっつりローテで。なんなら規定投球回到達するような起用法になっていくかもしれない。ただ、現状、岡田監督は6人きっちりで回して。 いう考えはなく、まあ、8人か9人まあ、その他のピッチャーはいろいろ入れ替えながら起用していく。そういうプランというのも明かしています。で、そのことについて岡田監督のコメントですが、もう西純也を入れたら4人になってしまうからな。4人いってくれたらすごい。楽やわ。でもまあとりあえず3人な。今は中6日で1週間に1回やし、6連戦で残りの3試合は後の56人で回したらっていうのはあるよ。な。まあ6人言うても発勝参敗とか発勝5敗とか、ちょっと貯金を作るようなピッチャーじゃないとあかんよ。ふざけた方でもいいんよと。とこういうコメントも出しています。まあ、本当に今のタイガースの最大の強みは？ ですしまあ特に先発ピッチャーに関してもしっかり柱になってくれる投手もそうですしできれば若手でどんどん試したいピッチャーもいますからそういったところも含めて岡田監督はローテを8から9人で回していくこういうプランを明かしたんじゃないでしょうかで今回改めて先発候補として考えていた有原投手の獲得に至らなかったというところを含め現状のタイガースの先発陣というのを見ていきます今左上の方に右投手左投手それぞれ今シーズン先発で起用されそうな投手の名前というのを載せていますが本当にざっと羅列していくだけでもいろんなピッチャーの 名前というのが上がってくるんですよまあ、やはり軸になるのは右なら青泳投手西勇気投手そして左なら伊藤投手 まあやっぱり注目したいのは左でどの選手が出てきてくれるのかこの点ですよね。まあ岡田監督自らがね打診して岩沢投手の先発転向というのも決まりましたから、まあ、岩沢投手はできればメインの方に食い込んでいきたい。ただ以前の岡田監督のコメントを聞いてるとやっぱり岩沢投手は中継ぎから先発に転向しての1年目になりますからできればリリーフ投手を多く起用できるような曜日で使いたい。まあこういうコメントというのもあったんでもしかしたら岩沢投手が先発する場合は日曜日がメインになるかもしれません。で日曜日というのは基本的に3連戦の最終日になりますから まあ、こういったところも含めてね、まあ、様々な先発ピッチャーの使い方、いろんな考察というのができますが、新戦力なら富田投手や大竹投手、そして新スケットならブライアン・ケラー投手と、本当にいろんなピッチャーの名前というのが上がっていく。まあ、なんならシーズン最終盤は、もしかしたら高橋春と投手の復帰もあるかもしれませんから、現状、岡田監督が提唱している先発総動員プラン、まあ、先発の層が厚いタイガースだからこそ考えられる流れかなということで、まあ、一体今シーズンどういうやりくりになっていくんでしょうか。ということで、最後になりますが、もしかしたらシーズンが始まる前に、再びトレードラ あったりまいろんな動きというのはあるかもしれませんが、現状では一旦補強は終了という流れ。ですので、投手33人、野手35人の支配下選手68人と、育成選手5人の計73人で今シーズンを迎えるという流れになります。で、岡田監督は2月から沖縄で始まるキャンプインについて、沖縄でユニフォーム姿で全員集まる、一回りも二回りも大きくなった選手が姿を見せてくれるのが一番、早く2月の1日が来ないかなという楽しみがあると、こういったコメントを出しています。まあ、あくまで岡田監督は1年目から当然、あれを目指して戦っていくと、 この考えというのは変わりません。本当にこのオフ様々な動きもあって、で、最後にね、有原投手の獲得もあるんじゃないか、このように言われていましたが、まあ、結果的には獲得至らずという流れでした。ですが、その分、特に若手ピッチャーからすれば、1軍で投げる可能性が広がってきた、このように捉えることもできるんじゃないかなということで、まあ、本当に今シーズン、一体どんな選手との出会いがあるのか、この点も注目しながら、これからのタイガースも見ていきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画では、有原投手獲得争いの結末について、そして岡田監督が新たに提唱した、ローテ8人から9人プラン、 この点についてご紹介されていただきました。まあ本当にタイガースの先発ピッチャーの層は厚い。だからこそこういうプランも練れるのかなと。まあいろんなピッチャーの台頭、今シーズンも見ていきたいですが、その中でどんな投手が出てきてくれるのか注目しながら見ていきましょう。皆さんは有原投手獲得争いの結末、そしてローテ新プランについてどう考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。 皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者3万8600人突破いつもありがとうございます皆さんのご視聴コメント高評価チャンネル登録が励みになってます次は目指せチャンネル登録者3万9000人ということで今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたしますではまた次の動画でお会いいたしましょう毎日ドラホーありがとうございましたまた新たなローテプランというのが出てきましたが一体そこにどんなピッチャーが食い込んでいくのかあと少しオフの期間が続きますがそれぞれの選手の成長も楽しみにしながら見ていきましょうではまた